桂博明は、中華民国の軍人、空軍中将、軍事情報局局長。1977年、空軍軍艦学校58期卒業。過去、IDF 戦闘機の教官を務め、スホイ戦闘機を操縦した経験を有し、中国人民解放軍空軍のスホイ戦闘機の性能と戦術を熟知する、台湾唯一の将官である。 空軍、第20代隊大隊長、空軍志向基地副連隊長及び連隊長を、歴任。2004年7月1日、少将に昇進し、連三作戦計画次長室空軍助理次長となる。2007年12月1日、電人発展室主任。2008年1月1日、中将に昇進した。 2008年3月、軍事情報局局長に任命。2009年10月5日、軍事情報局の経費16万元を着服し、家族に渡したとして更迭され、同日府で国防部長弁公室参事に移動。2010年8月、完熟金会より370万9千0 0元の賄賂を受け取ったとして共同、新占い公有財物罪の罪に問われ、 高等軍事法院にて、懲役14年、公民権、剥奪6年の判決が下された。クズは最高軍事法院に上訴。この審議で、受け取った賄賂の大半は、当時の秘書の自宅に保管させていたこと、使った分も、軍人遺族や、教育機関に寄付するなど指摘利用が見られなかった、ことから社会的危害が少ないとして、二千十四年九月、 刑法第59条の、上、官便助長官に基づき、懲役2年6月、公民権、剥奪1年に減刑された。2016年8月に、刑期満了。なお、現役停止から3年で退役となることから、審議中の2013年4月に国防部に、恩給申請を行ったが、正当な手続きを踏んだ退役ではないとして却下された。この審議中、 バエイ級総統が、音球の許可に肯定的だったにもかかわらず、当時国防部長の高ウ柱が議事録をくずに、不利なよう書き換えたとして、2017年6月に、高ウ柱を文章偽造で告訴した。交換造妻軍上局長手塚え、台湾貧家に一方、h t t p w w w a p p l e d a i l i c o m テイラー・ワッツ、アップル・デイリー、アーティクル、ヘッドライン、2 0 9万10005、3199万2102、2017年9月27日、閲覧。全軍上局長、370万半14年。台湾頻に日報。http://www.appledaili.com。テイラー・ワッツ、アップル・デイリー。 アーティクル、ヘッドライン、2010万818、3274万6187、2017年9月27日、閲覧。新占い交換前群上局長、桂博明半2年半。自由時報。http コロンスラッシュスラッシュニュース .ltn.com。テイラー・ワッツ、ニュース、ポリティックス、ペーパー。 816,8162017年9月27日、閲覧。桂ツ明ヒ菅高花・柱偽造文書陸軍司令、三はかりごと長で庭作賞。自由時報。http コロンスラッシュスラッシュニュース .ltn.com。テイラー・ワッツ、ニュース、ソサエティ、ブレイキング・ニューズ 208万5千3232017年9月27日、閲覧。ありがとうございます。